今回は論理クイズです。この問題に求められるのは論理的な思考と発想のみです。ぜひあなたの力で正解にたどり着いてくださいね。制限時間は90秒です。それでは問題スタートです。目の前にある道路は30分以内に車が通る確率が 95% です。では10分以内に車が通る確率はいくつになるでしょうか。答えは 64% です。30分以内に車が通る確率は 0.95 です。一方、通らない確率は 0.05 になります。そのため、10分以内に車が通る確率は 1-10 分以内に車が通らない確率になります。30分以内に車が通らないということは、10分以内に車が通らないが3度繰り返されていると言えます。これを数式で表現すると、10分以内に車が通らない確率の3乗は30分以内に車が通らない確率です。30分以内に車が通らない確率は 0.05 になるので、10分以内に車が通らない確率は 0.36 となります。よって10分以内に車が通る確率は 1-0.36 イコール 0.64、 つまり 64% が正解となります。正解できましたか？